はい、関ゴルフクラブ目黒、関幸太郎です。はい、皆さんデシャンボーご存知ですかね。彼はですね、やっぱりスイングに関してもパッティングに関しても道具に関してもですね、理論的にゴルフをすることで有名ですよね。はい、で今回はですね、このパッティング、このアームロックの打ち方ですね。デシャンボー、ここにこう肘のところにこうパターをくっつけまして、でこのようにしてこうストロークします。はい、これの、打ち方です。それからこれに合わせてですね、このデシャンボーが使っている、パターのヘッドとシャフトとグリップですね、同じものを用意して、スペックもですね、ちょっと市販のものと違っていたようなので、そこを調べまして、デシャンボーと同じスペックで作ってみたので、ゴルフダイジェスト6月号ごっくん企画にて、こちらね、詳しいスペック載っておりますので、そちらもぜひご覧ください。アームロックパッティングですね、これの打ち方と、それから道具、アームロックパッティング用のパターご説明したいと思います。まず、打ち方なんですけども、このようにしてね、ここにこう完全にこうロックしてしまいますので、普通こうなってるので、ちょっとこう手首がね、こうやっぱりパッティングにおいてこの手首がこう動いてしまうと、距離がね、タッチが急に強くなったり弱くなったりするのと、フェース面が開いたり閉じたりっていうね、方向性と強弱、距離感がしにくくなる、出にくくなってしまいますので、ここはやっぱりロックした方がパッティングにおいてはいいんですけども、なかなかこうここだけで持ってるとこう動いてしまう。それをこうすることで、もうこうやって完全にこうここがね、こう動かん、ここ離れちゃうと動きますけどね、ここをずっとくっつけるように意識することで、ストロークすることで、もう手首が全く動かない、動かせないなってしまいます。こうすることで、強弱がですね、よりこう機械的に、もう肩の動いた量しかクラブは動きませんので、つい力が入って、パッとパンチが入ったりとか、ふって緩めたりとかしないように、もう機械的に強弱をね、コントロールできるようになります。方向性に関してもこう開いた閉じたっていうのは、手首の動きが入りにくいので、とっても方向性的にも距離感的にも安定します。はい、それから、それ用に作ったパターですね、これ長いです。でグリップもシャフトもとにかく重いものが入ってます。通常のパターですと 500g 前後なんですけども、このパター 670g 以上あります。めちゃめちゃ重いです。これを使うことで、やっぱりこの振り子のこの勢いがですね、重いものの方がよりこう安定します。なので、打った時のですね、球のやっぱり転がりみたいなのがこう緩めたり、しないので、よりこう球の転がりが安定します。ゆっくりこういうふうにストロークしても、しっかりボールが強く転がってくれます。そうすることで、最後のひと伸び、ふた伸び、もうちょっとで入ったんだけどっていうのが、最後こうひと伸びして入ってくれるようになるということですね。はい、この辺が、アームロックパターの打ち方、それからそれ用に作られたパターの、メリットになります。はい、構え方と打ち方もちょっと説明したいと思いますね。まず構え方なんですけども、左肘のところにこうね、グリップを当てちゃいます。これここの肘よりも上にこう当てちゃうと、これ反則になってしまいますので、肘のところ、肘のちょっとでもね、下のところに、固定しちゃってください、くっつけちゃってください。で、グリップに関してはこう持ってもこう持ってもね、構わないと思うんですけど、デシャンボーの場合にはもう普通のグリップ、クロスハンドじゃなくて、こっち側にこっちが固定するだけで、こっちはいつも普通のね、スタンダードなグリップをしています。構え方ですね、彼の構え方は普通肘こういうふうにこう顔を洗うようにこうやってやって、こうやってやって肘をこう締めてこうやって構えるんですけども、彼はもうこういう感じで、もう肘をあまり曲げずに伸ばして、こうこうか、こう構えてますね。はい、
目の下にボールを置くっていうのは、これはもう大前提、すごく大事なことです。その上でシャフトをかなりこう立てまして、なるべくこう立てた方がこうストロークがこうやって安定しますよね。寝るとこうやって安定しなくなりますからね。こうしないでこうする、そのためにこうしてますね。でこっちもこういうふうにこう構えずにこう結構まっすぐ立っちゃってますね。はい、こんな感じです。で、まあ、こっちこうじゃなくてここにつけますから、シャフトとしてはかなりハンドファーストになります。こんな感じで構え方です。ストロークはもう完全に手首と肘をロックしまして、もう肩だけでこう動かします。まあ、ここにくっつけるのもね、そのためのことですから、とにかくこの手首と肘を完全にロックするための全てのその構え方だったり道具ということになります。まあ、こうすることでとにかく方向、それからストロークのね、その強弱の安定、重いですからね、で大きな筋肉使ってますから、小手先でピュッとこう急にこうテンポがこうパンチが入ったり、へーって緩めたりとかね、できなくなっちゃいます。まあ、よく僕なんかもレッスンで、あのパッティングの、ね、レッスンの時にインパクトに感情を入れちゃダメですよって言うんですよね。はい、もう本当にこうテンポよくこう無感情に、決まった振り幅をこう、ね、ストロークする、これがね、あのプレッシャーに強いパッティングの方法ですので、まあ、それにね、こう理にかなった道具、構え方、打ち方というのがこのデシャンボーの、ね、アームロック方式だと思います。